ンポン。うわ、なんやったんや、あいつ。お前は。おお、この前のアカネちゃんやんな。ここで何しとるんや。部室に行く途中や。せや、もしよかったら一緒に行くか。なんや、こいつ妙に慣れ慣れしい。でも他の奴らと違って会話が成立するな。かん、行くわけないやろ。そっか、まあまた気が向いたら遊びに来てな。ちょい待ち。ああ、あれや、あの部屋に行くなら気をつけた方がええ。なんか強盗みたいな奴がいたから。強盗？ああ、なんかガスマスクつけて、三つ首の化け物を従えてて、すると槍の先にうんこつけてる奴や。ああ、すまん、大丈夫や。え？それうちの後輩なんで。後輩？どういうこと？いや、よく考えるんや。この落ち着いた雰囲気、コミュ力に染み出るこの大物感、もしかしてこいつ。強盗の親玉か？お前、あの部屋でいつも何やっとるんや。それは、うち。何してるんやろ。まあゆかり先生がいろいろ暴れるから抑える役みたいな。暴れる？ゆかりのやつまさか。そんなこと許されると思っとるんか。うん、でもやらかしそうになったら芝居手でも止めてあげなあかんしな。芝居手止める？そんな恐ろしいことを。あ、恐ろしいといえばあれや。よく顔を包丁で切っとるわ。顔を包丁で？女の子の顔に何しとんねん。ほんとにな、今は見慣れたけど最初はビビったわ。見慣れた？あ、今度よかったら部室に見に来る。わあ、助けて、青い。